下に降りないと。あら、飛び込まなきゃダメそうね。どんな愛に満ちた挫折のない人生を送ってきたみたい。おいしい。よく来たわね、古き血脈の子よ。戻ってくると分かっていたの。あなたの味が忘れられないの。おしゃべりはそこまで。
で死にな。イムレリスは山頂にいるはずだ。これは力だ。貴様が来ることは妖魔たちから聞いている。水面を通して見たとな。少女の姿はなかったそうだが、一緒に来ているのだろ。ああ、二人で来た。あの娘はどこだ。関係ない、会うことはないだろう。あの廃墟で貴様は勇敢に戦ったが敗北を喫した。結末を迎えるだけだぞ。
誰に戦い方を習った？お前が殺したウィッチャーにだ。終わった。なんとかな。下はどうだった？二人しか倒せなかった。三人目は逃げた。ベセミルのメダルを取られたの。唯一の形見なのに。ベセミルの仇を打ったな。アバラックなら感情に身を任せた復讐は認めないでしょうけど。次はエレディンを探し出して倒す。何考えてるの？ノビグラドに着いたらイェネファーに何と言おうか。いつだって真実を言えばいい。トリスとイェネファーは仲間たちを見つけたかな。早く行かなきゃ。ちょっと待ってくれ。年寄りには休憩が必要だ。あら、そうみたいね。じゃあもう少しよ。くそ、嵐だ。ここに来ちゃいけなかったんだ。カシの木が枯れた。カシもヨーバも死んだ。残念だけど宴席は今年が最後よ。どんぐりはどうなる？もうどんぐりは実らない。あんなものに頼らず暮らせ。これからどうすりゃいいんだ？この土地はもう誰のものでもない。貴婦人のものでもない。お前たちのだ。しかしこれからどうすれば？行こうゲラルト、時間がない。自分たちの力で何とかしろ。